こんにちは、ゆうです。バズダのおだんです。はい、今日もサバカ、無課金サバカ、芝居の丸やっていきたいと思います。今日お誕生日の方おめでとうございます。はい、今日はね、クエストレベル13、タイトルサムネ見てもらったら分かるように76リーダーチェーンイケメンコンビを使っていきたいと思います。それではパーティーご紹介します。はい、こちらですね。はい、インデックスで76にして、こちらね、リーダー実質ウォーリアーブライドリーダーにしていきたいと思います。はい、それではご紹介しましょう。まあ76リーダーにね、はい、お腹すいたインデックス、はい、腹減ってますね僕も。はい、中学生がスキルプラスでスキルチェーン6つに HP 最上位のやつが1つで、ドフラミンゴの武器つけております。でこちらファスカですね。ファスカに中学生スキルプラスでスキルチェーンマックスに、100体モンスロード、これもとりあえず HP 持ってますね。 HP と指ないと76無理なんでマジで。はい、でこちらがドーナですね。ドーナに中学生 LG で潜在アシスト無効解除にスキルチェーン2つ、あとは、道中の LG の個数も含めて、まあ、アバン先生の教えが書かれた書物、アバン武器ですね。とりあえず適当にヘイストつけてます。はい。で、こちらがディオンですね。はい、ディオン。中村祐一さんボイスですね。はい。変身後は、変身が、用がない払えば用済むことだが、自分のダメージ上限が86になる。上下10パーハームートに変身と、2ターンの間。はい。でこのメガフレアで焼き尽くすが変身後は、一旦の間自分のダメージ上限値が66になる、6個解除し回復以外から光を8個生成となっておりますというね。こんな感じでスキルチェーンマックスに、スキルと、チーム HP とテープを補うために、あと 2M を補うために、精霊のだから、まあ、イノセントメモリアルでご理解ください。でこちらが、リーダーチェーンの対象ですね。はい、ウォリアーブライトでドラゴンキラーに2つに、HP 強化、真ん中のやつを1つで、ファガン武器、雲を補ってますね。はい、でこの、変身するときに光ドッポ強化、自分以外の味方スキルが3ターンたまるクラスオブチェンジ、クラスチェンジウォリアーブライトに変身で、変身後は、リーダースキルが、光の2コンボ以上でダメージを 78% 軽減、攻撃力が10倍、4コンボ加算で、光の4個消し1個につき攻撃力が2倍で、そこで、ね、僕が思いついたのが76リーダーチェーンという形ですね。はい、で、きらめきの刃をが2ターン内のダメージ、自分のダメージ、上限値が76になる、2ターン内のダメージ吸収と属性吸収無効化、まあ、ダブル吸収無効の役割も果たしつつ火力要因になれるというわけですね。はい、でこちらが、フレンドさんはね、今回リオンにしました。はい、リオンループですね、言うたら。はい、スキルチェーン4つに悪魔キラー1つで、イノセントメモリアル、こちらもですね。はい、で光の2コンボ以上でダメージを軽減で、攻撃力が10倍、固定値ダメージ、光属性の全パラメーターが2倍、変身目がね。で変身後は光2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が10倍、2コンボ加算、固定値ダメージ、光属性の全パラメーターが 3.5 倍となっております。全パラだけでもいいんですけど、どうかなっていう感じでね。はい、ちょっと軽減もね、あった方が、激減もあった方が、 78% 軽減もあった方が僕的には使いやすいのかなと。76フルに扱うにはやっぱボーリアーオブライトがね、リーダーの方がいいのかなという感じです。こんな変身しました。一応全体性 100% ですね。はい、目覚めには何も対応してません。はい、でバッチは HP プラスです。はい、ちょっと待ってください、首凝った。はい、多分 BGM 先行になってると思います。フスターティーの、はい、ちゃんとアレンジした、著作権というか触れてないものなんで、はい、それが聞きたい方は概要欄に、ぜひぜひサブチャンネルあるんで、そちらをチェックしてみてください。それでは最後、しょうもないミスして負けてるんですよね、さっきから。いや、負けでええんか。え、負けだっけ、ちょっと忘れたんですけど、どうやってこれ使って。なんとね、世がなぎ払えば済むことないけど、ほんまに。なぎ払えてないよね、実は。はい。実はね、76潰しの被害に遭っております。はい、で今スキル使う順番も間違ってるしね。はい、でももうなんかオープニングから撮り直すのもめんどくさいし、これ組んじゃったんで、はい、そこにね、
キングルビー、ルビーやったっけ、サファイアやったっけ、それポケモンやな。オッケーオッケー。よし、で、ラメキロ刃を、ごめんなさい、これでいいか。よしよし、はい、オッケー。はい、よし。今チェック入れてへんのとか危なかったな。はい、でここ全部消されると、ここでね、ちょうどね、インデックスはたまらんから、この点に関してはラッキーなんですけどね。なんすね、ネタバレになるんですけど、まあ、皆さんご存知か、もうクリアしてらっしゃるか。76つぶし、76リラチェンしてる76つぶしにあって、それで発狂食らってるんですよね。 OK、 よし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 。あ、こいつか、あれさっきとちゃうな。あ、そうか、乱入せいか、乱入せいか、危ねえ。で、お腹すいた言うといて、はい。の目がフレアで焼き尽くす。はい。はい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 。こうしようか。多分悪魔キラーとドラゴンキラーついてるからいけるんちゃうかな。お、いけたいけた。よしよしよし。で、次が、ボルスン。ボルスンなよね、76潰ししてくんの、ほんま。よしよし。まあまあいいでしょ。オッケーオッケー。はっきり言ってね、僕76番目苦手なんですよね、はい。iPad とかやってできるんですけど、そのね、iPhone でね、これね、芝居まで入ってるのね、iPhone 12 mini かな。ミニちゃう、普通のやつかな。え、どっちだったっけ。あ、これ、あ、無効貫通か。あ、忘れた。はいはいはい。じゃあドーナツ買って、よし、この目がこれ大丈夫かな。あの、解放する方、攻撃力ダウンさせてる方にしちゃったんやけど、はい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 、はい。あ、ちょっと待って、そこ繋がっとる。ルーレット利用しとったと思ったら、どっちも繋がっとった。それは反則やろ。いけるかな？いけるかな？いけるかな？いきましたー。よっしゃー。んで、キング、サファイア。オッケーオッケーオッケー。メガフレアで切り尽くす。危ない、インデックス使って。はいはいはい。全部消しとこう。無効貫通貯めときたいんですよね、どうせなら。使ってから変質してくれたらいいのにね、さっきの。いやー、でもこれ危ないな、普通に。危ないな。危ないかな。ちょっと。二コンボだけして。よ、これでちょっとミニノッコしかできんかな。よしよしよし、ちょっと無効貫通貯めていこう。万全の状態でいきたい。メガフレ、よしよしよし、はい、これ4つ消していこう。4つ消し持ちいたっけ、わからんけど、結構やっぱ全プラ補正だけあって回復しますね。OK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 。これは耐えれる確定演出なんで、もう分かってるんで、はい。目が。はい、OKOK。はい、OKOK。はい、OK。はい、OK。はい、はい、はい、はい。はい、はい、はい、はい。あ、見つけしなかったけど、大丈夫かな。まあまあ耐えれるんでね。はいはい。OK! よし。さ、ボス誰？
ブラフマードラゴン。あ、動かず、やっぱ頼んどいてよかった。危ない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 。で、どんな時も全力で楽しもうして、で、のメガフレアで焼き付けつ。で、どうなの？エンハモ使って。で、ウォリアーオライト、イボウ。さあさあ、パズルミスんなよ。頼むからもうパズルミスで、散りたくない。あ、もうこれマスクさ。おっしゃっしゃっしゃ。はい、オッケー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 。よし、オッケー、クリアー。さあ、はいはい、そうだ、魔法石受け取っていきましょう。24個、あーし、これ次14クリアしたらあれか、28個か。いやー、どうしたら14クリアして24もあれか。このままじゃあ一旦お別れして、はい、14まだ取りだめしようかな、このまま。はい、そうだ、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さんありがとうございました。76でいったらまさかのね、僕の得意な656番目にされるというね、パスカがなんかただの覚醒向要因になってたんですけど、はい。まあ、勝ててよかったです。はい。勝てれば何でもいいです、僕は。はい。そうだ。みんなほんまに、皆さんもお疲れ様でした。今回のお相手は私、ゆうでございました。それでね。